イマリバスセンター2009年8月31日をもって閉鎖。イマリバスセンターは、かつて佐賀県イマリ市新店町にあった西越自動車と昭和自動車のバスターミナル。JR イマリ駅北側にあったが、2009年8月31日をもって営業を終了し、閉鎖された。閉鎖後は、イマリ駅前に新バス停を設置し、窓口業務は、 西駅車内の伊万里市観光協会が行うことで対応する。管理は西小江自動車が行っていた。なお、バスターミナルの入っていたビルの土地と建物は2010年9月30日に福岡市の不動産会社へ売却されて2010年10月から2011年1月末まで解体工事が行われ、敷地の約半分は九州労働金庫伊万里市店になっている。 鉄筋コンクリートと5階建てで、敷地面積約4000平方メートルのビルであるが、バスセンターとしては1階西側の一部のみが、使用されていた。1974年11月15日に、大英伊マリ店として開店して、営業をしてきたが、2002年5月26日を、もって閉店して撤退しており、以降は、空き家の状態が続いていた。乗り場は、 当端式で5番まであった。乗車券、定期券の発売窓口があり、西越バスと昭和バスの自動券売機が各1台設置されていた。トイレ、飲料の自動販売機があるが売店はない。国道204号に面し、伊万里駅西駅舎に、駅前広場と駐車場を挟んで隣接しているが、連絡通路等は特に設けられていない。佐世保方面、久原。 松浦方面山内方面伊万里市内 a b c d e f 旧大英、西小江バスセンター跡を解体伊万里駅前佐賀新聞28年の歴史に幕大英伊万里店セールにぎわう西日本新聞ありがとうございます